はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。池田です。池田さんよろしくお願いします。今日は、ハーフアップでやっていくんですけど、ちょっとノットヘア風のハーフアップやっていきたいと思います。ノットヘア分からへんな、はい、なんかこうハーフアップなんですけど、ちょっとこう普通にゴム留めてやるよりもなんかこう結んでやるっていうなんか意味があんねんな、多分分からへんねんけど、まあなんかそういう感じでちょっとワンポイントでやる、ハーフアップのノットヘアフのアレンジをちょっとやっていきたいと思います。で今日使うのがこのリレイの、バームと、あとこのゴムと、ちょっと何やろ、スリーコインズのヘアアクセみたいなこうクリップタイプのやつなんですけど、これ使って、簡単にできる、もう不器用な方でも絶対できるアレンジをやっていきたいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。では始めていきます。じゃあまずバームをつけていきます。このぐらい取って、でちょっと今日はもう毛先巻いてる状態にしてます。まあ巻かなくてもいいんですけど、まあ軽く全体に巻いてる状態にしてると可愛くアレンジ仕上がるんで、一応最初巻いてる状態で表面の部分と毛先の部分をしっかりとつけていきます。だいたいちょっとツヤが出たら OK です。で次に顔周りの髪の毛を下ろして、サイド、ここの髪の毛ですねを取り分けます。反対サイドも顔周りの髪の毛を下ろして、こっちのサイドの髪の毛を分けておきます。これを後ろに持ってきます。でこの時にちょっとパサパサっとパサつきが出てきたら、しっかりちょっとバームが少ないかなと思うので、しっかり付け足してからもう一回この工程にやってもらえるといいかなと思います。で髪の毛を交差させて、これを一回結びます。こんな感じで結んで、結んだやつを毛束を合わせて、こういう感じですね。で合わせたところでさっきのゴムをつけていきます。こんな感じになります。でゴムの部分を持ちながら、少しこの部分を結び目の部分ですねをほぐすというか、少しボリュームを出します。でここをまた持ちながら、サイドのこっちの髪の毛も少しだけボリューム出します。だいたいその毛束を引っ張るのはだいたい 2-3 ミリで OK なんで、ちょっとだけ出していきます。でやっぱりここがちょっとペチャンとしやすいんで、ここもゴムの部分をちょっと持ちながら少しだけボリューム出します。ここも 2-3 ミリで大丈夫なんで、軽く頭の形を整えるようにやります。で最後にヘアアクセの部分を、やっぱゴムが結構見えちゃってるので、そこの部分を隠すようにつけていきます。で下のこのここの髪の毛ですね、後ろの髪の毛ですけど、それとゴムの部分をちょっとだけこう合わせて、それをこれでまとめるみたいな、で最後に全体的のバランスを整えて、毛先のパサつきがちょっとあるんだったらバームをつけたりしてやってもらったら完成です。